単調釧路出現。山崎山林、山崎岬からの宮島岬岩穂北水門方面鶴井村は、北海道釧路総合振興局管内の阿寒郡にある村。現在、釧路総合振興局では唯一の村となっている。総務省に過疎地域に指定された自治体ではあるが、農業従事者一人当たりの平均年収額は全国一位であり、 一人当たりの平均所得が日本一高い村である。釧路空港に近く、釧路出現国立公園を眼下に見ることができる、自然環境が豊富な下ほろ地区に分譲住宅地を展開している。ここでは、一世帯あたりの敷地面積を200坪前後にした空間が整備され、本州方面からの移住促進事業を展開したため、特に富裕層が移住してきている。 村名の由来は特別天然記念物単調の生息、繁殖地であることにちなむ。釧路市の北西部4 0トルに位置し、南部は釧路湿原を中心とする湿原。湿地帯、北部は丘陵地帯となっている。人口は釧路総合振興局の市町村中で最も少ない。福祉が充実しており、高校生までの医療費は無料となっている。 2003年から2005年まで介護保険料が日本一の高額であったが2006年4月の改定後は4759円となり日本一ではなくなっている。落農、農業が盛ん。農業所得は標準。チーズは農林水産大臣賞を受賞以後多少受賞。冬季は単調の飛来が多いことから観光業も盛んとなっている。 天然記念物に指定されている、キラコタン岬、サキ、内ビジターセンターから、釧路湿原内に入る木道、北海道内唯一、全国民間発運営の森林セラピー基地、山崎山林などをフィールドとした、バードウォッチング、自然散策、森林セラピー等の体験観光も盛んとなっている。2009年9月末現在、現在は村内を、鉄道路線は通っていない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 北海道根室本線釧路駅。廃線級鶴井村営道のディーゼル機関車村の名前をそのまま冠したナチュラルチーズ鶴井がある。また鶴井村で栽培される大根には単調大根というブランドが与えられている。漫画家の山上達彦の代表作として知られる楽器デカの主人公小回りくんが発するギャグの一つに 鶴井村から鶴が来るがある。図典日本の市町村省 P16 授業で使える、当館所蔵地図岐阜県立図書館、2021年4月9日、閲覧。ありがとうございます。